それに対してついていくセダーが寄る。ブラックアウト、今スタート。先行畑中、そして後ろから内宮明典、さあ A は RT 消防機通電で突破さらに畑中に対して内宮がどうだ、ずっと返していく返していく、それに寄ってくる寄ってくる、いやしかしまだ寄らない、さあどうだ旋回、ここの旋回立ち上がってくる、うーどうだ、かなり近いところまでは来ているが、まだ入ったというところにはならないか、さあ SG、 そしてはた最後畑中慎吾、ここがワンランク取られました。この畑中慎吾、今度は内海に対して大近いところ、いいところ、さあ内海が行く、そしてそれに対して畑中が危ない、危ないギリ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 、いや寄ってる寄ってる、入ってる入ってる、さあいいところ来た、ギリギリ当たってる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 、すごいところ入ってる、さあどうだ、さらに寄ってきたいところ、エヴァ RT 初号機、この畑中のスープラ、どうやらヘッドライト赤、先頭、いよいよ先ほどまで黄色だった、この目が赤くなった、近い近い近い、さあ、これに対して、これ、ぐーっと寄った、畑中おかしい、畑中が、いや、おかしい、おかしい、おかしい、あぶねー、横岩、次に行く、いやー、畑中ができなかった、これはなんかトラブルですね。これはおそらく大事になりました。このエヴァ RT 初号機、畑中慎吾、ずっと今まずは横井が、あーやはりできない、完全にドリフトができていない、畑中ここまでだ、これはやはり大きなるパワーステトラブル、先行は遠い畑中慎吾、今ゆっくりと動き出した白いマシン、サイロンカラー、田中聖美、シルビア、後ろからエヴァカラー、これは ER スープラ、畑中慎吾、ずっと降りてくる、降りてくる、さあ近いところにいる、近いところにいる、まずは田中聖美、ギリギリのところ、さあそして畑中慎吾が、畑中慎吾がかなり追い込む、かなり追い込む、さあどうだどうだ、近いところにはいる、最後もう一回やる、もう一回やっていく、ギリギリのところに寄っていった畑中、結構取ったんじゃないですか、田中聖美 S1 号、さあ田中聖美久々に後追い、本領発揮してくるかどうか、今 DR スープラ、そしてその後ろからシルビア、ずーっと降りてくる、エンジンは一緒、 2JZ 搭載のこの両者、さあ降りてきた、まずはイヤルサイド、危ない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 、やばいやばい、さあどうだ、ずーっと逃げてはいく、逃げてはいく、入ってる入ってる、もう一回入る、さあ田中聖美もう一回入っていく、これはどうだ、これは、いやでもあの遠い畑中慎吾、今両者シグナルブラックアウト、スタートしていく、まずはリンロフカラー、小橋正則、そしてエヴァンゲリオン RT 初号機、畑中慎吾が赤目で追いかける、さあどうだ、近づけるか、寄れるか、いやー、ぐるぐるぐる、いやー、ほらついた、いやー、小橋が逃げる、畑中が流れた、畑中流れた、失敗なりますよね、やっぱそうなる、うん、畑中選手はもうすいことになってしまいました、いやさあまずは先行畑中慎吾、とにかく逃げ切りたい、それに対して小橋正則が来る、小橋正則がそれでも入ってくる、それでも入ってくる、ずーっと畑中に対して入ってった、煙の中、近いところ
当ててる、ものすごいところに押し込んでる、いやもう完全に舐め切った走り。藤野秀行が参照しているというところがあり、相性は藤野がいいんですが、さあこの対戦でも分かりません。藤野のこの VR 搭載86もまだまだ仕上がっていないというところから、しかし欲はなってきたと言っていた。それに対してこの DR2 プラいいじゃないか、いいじゃないか、いい追走だ。これはいい追走だ。先行はなかなかいい走り、藤野もいいところ行っている。それに対して働かまだ入れてはいないか。ちょっと入りそうだったけど入れない。かなりこれは少し勝ちに行ける後追いができるかもしれません。さあ無理をせずにどこかで取っていけばいいということになりますが、しかし赤目の GR スープラ、さあ逃げていく畑中、思い切りアートプロでしたか。さあそして後ろからいや藤野がいる、藤野がいる、さあ藤野がコントロールしている。さあここは近いところによる、近いところによる。さあギリギリのところ、ギリギリのところ、もう一回寄っていく。ここは数ポイント取っていった藤野秀行、たたましく上がってスタートしていく。さあ高橋和美、そして後ろから畑中慎吾、まずはグリッドクロノマシン、後ろから今からグーッとくる畑中。さあ逃げる高橋、角度をつけていいところを通っていく。それに対して畑中も何とかついていく。さあ逃げる高橋、そしてやーっハーフスピン畑中慎吾、より新聞ということになるでしょう。将来は同意の練習ということになるかもしれません。まずは畑中、もう思い切り行くしかない。粘切り方向、この畑中のスープラ、さあ思い切り行く。はい、それに対して、はい、もう見るばっかりだ。これはもう夜の高橋和美、しっかりと見ながら、しっかりと見ながら、もうこれは勝ちを取りに行くという走りに当然返ってくる。何かあっては困ると、畑中慎吾が末永雅雄に対してどういった発信を見せるか。まずは後追いで千葉ケリオン、この RT 初号機が、いや赤目で、赤目で来た、いや近いところ、ぐーっと来た、ぐーっと近いところ入ってくる、いやずっと入ってきた、入ってきた。さあしかし先行の走りも怖くない、先行の走りも赤いヘッドランプを点灯させて今スタートしていく。さあまずは畑中、そして後ろからどうだ、ものすごい勢いで飛び込んでましたけど、これはものすごい勢いで駆け抜けていく畑中。こちらが取るのか、畑中なのか、松井なのか。さあ畑中、ここはなんとか勝ち上がって、この同じチーム同士の対戦に持ち込みたい。赤目になって転倒、しかしそれをなんとか阻止したいぞ、松井ゆきシャットボンにミスなんですけどね。いやミスミス状態ではある。コースアウト、インとアウトにミスしてきましたね。それに対してインが今スタートしていきます。ロケットスタート、松井幸男、それに対して畑中、さあ畑中もうあとは行くしかない。いや松井も逃げる、松井も逃げる。